ナミさんお疲れ様です。動画を送っていただきましてありがとうございました。今回は貯金のことについてだったんですけども、なんかねだんだん貯金ができる人も減ってきて、その中にはね住宅ローンがあるけども貯金をしているみたいな人がいて、貯金額ってのを例えば300万と500万って言いますけども、こっちの住宅ローンは残債が2000万あるよみたいな、こんなアンバランスな形でね、いやこの住宅ローンは借金じゃないのよみたいなところがあったりとか、まあ消費者金融もね住宅ローンと車のローン以外で借金やりますかみたいな聞き方をしてきたりとか、でも全部借金だろうと思うんですけどね。そうなってくるとやっぱり40代が50代で貯金をね500万あります1000万ありますって言っても、住宅ローンがあるんだったら当然相殺されてマイナスになるんじゃないかなと思っちゃいますけどね。まあいろいろと不可思議なもんですよお金に関しては。